立活動中の田島です。今日はですね、引き続きグロスピタエスキー方程式の導出に関する紹介をしていきたいと思います。で、今回内容に関しても概要欄にあるホームページの PDF などで詳細について見ていただけますし、またこちらの毎回宣伝しているような感じになってますけど、ペシックさんとスミスさんによって書かれたボーザインシュタインコンデンセーションインダイレクトガスという本にも詳しい内容が書かれてますので、ぜひこちらもご参照いただければと思います。はい、というわけで3回目の今回やることは、前回波動関数の比較化条件について見てきたんですけども、次に考えることはハミルトニアンです。ここら辺もシュレーディンガー方程式を習った方だとよく見られたものかもしれませんが、今回多体問題というふうになってますので、多体のハミルトニアンについて紹介していこうと思います。で、まずこちらがハミルトニアンのその具体的な標識になってます。で、演算子でありますよということでハットっていうのをつけています。で、量子力学で通常最初に習うのは一粒子のシュレーディンガー方程式のハミルトニアンですけども、今 N 個いるので、1から N までの和がありますよと。何に関しての和かというと、運動エネルギー項と、ここに出てますね、一粒子ポテンシャルに関する和がまず最初に入っています。で、ここで出てくるこの P ハットアイテムに書いてある部分なんですけども、これは運動量演算子というやつでして、でこの中にマイナス i、h バー、ナブラというふうなものが入っています。ここまではあと同じなんですけども、で、多体問題特有のものとしてやはり相互作用項というものが出てきます。で、これはどういうことを意味しているかというと、2つの粒子ですね、 i 番目と j 番目の粒子の位置が一緒の時にカップリングコンスタント u っていう値に与えられる積力相互作用が働きますよというふうなものを表します。で、よくこれ接触型相互作用と呼ばれるような形になってまして、接触型って言ってるのはこれ、いわゆるデルタ関数ってやつですね。一緒にくっついた時だけ働くよっていうタイプの相互作用なんですけども、これかなりシンプルなものではあるんですが、実は冷却原子気体の研究などではよく使われている、いわゆるモデルポテンシャルと。あくまでモデルですけども、こういったものがあります。はい。ハミルトニアに関してはこんな感じで、ちなみに最後に i と j、もうなんか代償関係、なんか一応輪の中につけてますけども、同じものは当然入れませんよということで、イコールは入ってません。で、ダブルカウントを避けるためにこれ代償関係つけてるんですけども、別の書き方としては、i と j 別に独立に取ってもらって、あとはそのダブルカウンティング、要するに、2つ粒子があった時に、i 番目 j 番目と j 番目 i 番目はこういうふうにやったって別に同じじゃないのっていうことを言ってるわけなんですけども、そういった場合はここの不等号をなしにした場合は2の階乗みたいな感じでダブルカウントを割ってあげるというようなこともしたりとかします。細かい話だったんですが、でこのハミルトニアンが与えられると実際にエネルギーを出すことができます。でそれがこちらの標識になってまして、で次回の、今日はここまでなんですけども、次回の動画ではこのエネルギーどうやって計算するかということについて、ちょっと計算するかというか、実際にハミルトニアンを演算させてどうなるかということについて説明していきたいと思います。ということで今回はここまでです。ありがとうございました。